その時のポイントになりますけれども、まあ、あの前半部分ですね、もうこれは、まあ、ポイントは私が津軽健二先生から教わっていることでございますけれども、あの本当に今回のこの由比川は前奏がとてもこうスケール感のある派手なあの、ね、前奏になっているので、こうついついこう歌い始めの